おはようございます。いよいよ、いや今日ですね。今日ですよ。来てしまいましたね。ついにやっと、ね、ちょっと緊張しません？なんかね、あ、なんだろう、こう心配な仕事とかがあるようなドキドキじゃない、なんかね、緊張じゃなくてそわそわしてる。なんだろう、なんかこう味わったことのないような、なんだろうね、ガチガチでもないし、でも来る前になんかご飯いっぱい食べるような余裕もあるし、はい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 、なんだろう、すごいワクワクとドキドキが半々みたいな気持ちです。楽しみやな。あ、夢ですもんね。そう、念願だったからね。念願の、すごい、なんだろうね、なんだろう、本当不思議な気持ち。よし、行こうか。頑張りましょう。頑張る、頑張る。赤丸チャンネル。母さん。はい。いよいよですよ。どうぞ。念願の。来ましたー。え、ちょっとすぐ出していいですか。いいですよ、いいですよ。いいですか。じゃーん。選手と同じものですね。そうなんですか。あ、だって NPB って入ってるもん。うわ、すごい。 AK レーシング、 AK レーシング。そして背番号はなんと30にしました。はい、それなんでなんですか。30歳だから。単純でしょ。でも私の本当に始球式したいというのが念願だったから、30歳でその夢が叶いましたって意味も込めて、思い出すじゃんこれ見たら、はい、あ、30歳で始球式したんだなって思い出すから30にしました。どうですか、ちょっとオーバーサイズにしました。やってます。ありがとうございます。じゃあ後でちょっとうまく着こなせるように、さらに着ようかな、使っていただく、はい、グローブの造形を、はい、こちら。え、2つ、はい、え、好きな方使っていいってこと。そうです、選んでください。え、やっぱそれは手にはめてみて吸い付いてくる方でしょ。うわぁ、なんかで聞いた。なんかキュッたな、言ってたな、一人。一人言ってたな、それは。ちょっと、はい、両方手入れていいですか。ありがとうございます。赤入ってるのかっこいい、ね、かっこいいっす、うん、青だけでも綺麗なんだよな。おちょっと一言だけ言わせてもらっていいですか、はい、何がわかるんですか。一言だけ言わせてもらって。両方いい感じよ。でもなんかね、もう本当に直感だよ。はい、なんかね、こっちの方がしっかりくる。おお、じゃあそれでいきましょうよ。え、どうしよう。え、ちょっとユニフォームと合うかとかもうちょっと見たいんで。あ、見たいんで、じゃあ一旦、じゃあ使う、何を使うかどうかはもうじゃあ本番のお楽しみということで、じゃあグローブは本番どっちにするか見てください。はい、川さん、はい、アナウンサーでしたよね一応ね。いやアナウンサーなのかな。はい、なので、せっかくなんで、ね、リポーターっぽいことやってください。あー、リポーター、よいしょ。まあね、できるよ。行きましょう。はい、はい、さあ、今私は神宮球場の一部に今ね、設置されてます AK レーシングのブースにお邪魔しております。今日私に始球式のオファーをくれた AK レーシングさんのブースになっております。ちょっと、こんなAK レーシングの椅子が手を振っております。さっきね、間違えて人が入ってると思わずに座っちゃいました。あはははは、いけない、え、なんか、え、人、はい、ごめんなさい、あ、ほんとだ、何すやつやってることは。そして、あの、これがヤクルトの本当にベンチをこう表していて、ここの下にいつも監督が座っているということなんですよ。なのでちょっと監督風に、はい、こんな感じで見てるんじゃないですかね。いいよね、俺がやりたいよ。すごいですよね、AK レーシングさん。すごいよ、ちゃんとこんなグラブあってさ。でも、あの、始球式ってやっぱ野球やってる人間からしたら、ね、やっぱちょっとこう憧れでもあるやん。特に今日はお前、このヤクルト阪神って今シーズンの優勝を占う、今日ヤクルトが勝てば一気にいっちゃうしね、はい、そういうふうな緊張感ある中で始球式できるという。40分ですか。
いい感じでした。今日始球式されるそうで、はい、どうですか？今のところあんまり緊張してないんですけど、一応今日はどんなゲームか分かりますか？今日はもう本当にあの今年のプロ野球で、はい、おそらく皆さんが一番見たい試合と思うんですよ。でその前に始球式っていうのはやっぱり皆さん結構憧れでもあるんですけど、はい、ちょっと投球フォームをチェック。あ、見ていただいていいんですか？嬉しい、ありがとうございます。ティーカップでグッとこう、はい、こうした囲んでるから、はい、ほんで足を上げてください。ちょっとね、踏み出すときに、はい、親指からこういう風なイメージでいってください。あ、足上げて親指から、あ、この親指から、そう、親指でこういう、こういう内側からってイメージですね。はい、そうそう、そんな感じ。あー、なるほど。でね、あのもうボールよりも、はい、あのカッコでいいから、はい、あと笑顔で、笑顔、その美貌を存分に両チームの選手たちに見せてあげてください。いやあ、楽しみ、ありがとうございます。ちょっと振りかぶるのできるかな。ちょっと大きくね、もしかしたらもうこのまま。それでも大丈夫、それでも大丈夫、はい、練習します。期待してます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。解説かっこいい、見て椅子が全部 AK レーシング、超かっこいい。ちょっともうあの間際だけど、間際だけどちょっと準備運動、肩回して、いや本当に一球も投げてないっていうのがちょっと怖いですね。大丈夫ですか？大丈夫、一発勝負、本当もう一球、まさに一球入魂、もう一球に魂込めます。はい、ちょっと待って、最後にフォームもう一回確認しよう。やっぱね、片岡さんはこうやった方がかっこいいって言われたんだけど、やっぱりかっこいいですか？どうしよう。いいの、かっこいい、あ、かっこいい。まあでもここに来れば一緒か。練習ではこっからもこう言ったんですよ。頑張ってこうしてみようかな。から余裕があればこうして、ここに来たら一緒だから、でこう出してこう来るっていうね。よし、ほんとみんな練習通り行かなかったって言いますもんね。でも練習通りだからやりたいんですよね。はあ、からぐらつかないな、いける、頑張ろう。本当ね、ツイッターとかインスタとか始球式やりますって言ったら、本当に多くの方が頑張ってくださいとか、練習の成果見せてくださいねとか、気楽にとか、冒頭した方が面白いですよってちょっと和らげてくれるのコメントとか本当たくさんいただいたんで、その思いもこうなんかね、背負って背負ってじゃないですけど、気持ちを胸に投げたいと思います。はい、お客さんいっぱい。袴田さんの娘さん、はい、そうです。あ、違います、違う袴田、別袴田です。試合に先立ちまして祝福を行います。はい、本日の祝福はグリーンアナウンサーの袴田彩音さんです。皆さんどうぞ大拍手でお迎えください。袴田さんは AK レーシングスが参考します。これはグレーンアナウンサーの主人公さんの主人公の主人公の主人公です。お願いします。今日も AK レーシングスが参考しますが、ありがとうございます。
感じです。ありがとうございました。届くかギリギリでなんか届いたってなりました。いやもう楽しかった、もう一回やりたい。イエーイ。皆さん拍手してくれてました。やっぱ音が聞こえなかったし全然集中してて、でも投げる瞬間はめちゃめちゃ静かでした。静かだよね。あ、振りかぶれた。振りかぶれました、うん、めっちゃかっこよかったです。ナイスピッチ、ありがとうございます。やった。なんかね、なんかどっちかって言ったら今の方が心臓バクバクしてる。なんか安心感のドキドキじゃないけど、一瞬でしたね。一瞬だったね。球場綺麗だったな。あ、一球しか投げてないのに。お疲れ様でした。ありがとうございます。よかった。でもやっぱりね、すっごい集中してるんですよ。教えていただいたことは、よし、ボールの握り方とか振りかぶって力入れてとか全部やってるんですけど、なんかバッターも見えないしキャッチャーも見えないし、遠くにいる感じしません。すごい遠くにいて、なんか目に入りませんでした。キャッチャーミットめがけてというよりは、もう自分のやることを意識してなんか手に投げてるような感覚でした。完璧でしたね。いや完璧でした。ありがとうございます。本当に完璧でした。大暴投の方が面白かったとかないですよね。大丈夫ですよね。これもやっぱ AK レーシングさんの、いや本当にありがとうございます。本当に最高。多分もう本当にもう言葉がもう回んない、口が回んないぐらい本当に最高の一日でした。